えー、こんにちは。伊藤勘です。今日は現在の国際政治がどういう方向に向いているかということを5つもしくは6つの段階に分けて説明します。で、1つは現在の国際政治がこのような混乱した状態になった根本的な理由は1990年から93年にかけてアメリカ政府が作った冷戦後の世界を アメリカだけが支配するんだという、英語で言うとユニポラーヘジェモニー。日本語で言うと一極派遣体制と。要するに世界構造を一極化して、アメリカだけが世界覇権を握るという、そういうグランドストラテジーを立てたわけですね。で、それがイラク戦争、ウクライナ戦争と失敗してるわけです。で、失敗して日本の立場はどんどん悪くなって、 で、このイラク戦争とウクライナ戦争の失敗で一番利益を得ているのが中国です。だから、アメリカがグランドストラテジーで失敗すると中国が得して日本がどんどんまずい状態になっていくと。そういうことをアメリカがなぜグランドストラテジーの設定段階で失敗したかということを説明して、で、その後非常に短く 米ロ関係、アメリカとロシアの関係がなぜ過去30年間悪化したかということを説明します。でその次に、現在ウクライナで戦争して、で、アメリカも日本もヨーロッパ諸国も、ウクライナの自由主義と民主主義を守るための正義の戦争であるというふうに述べておりますけれども、ウクライナの歴史を見ると、今のウクライナという国は、たった78年前に、 国境線が決まったところなんですね。で、100年前はもちろん、ウクライナなんていう国はなかったわけですよ。ウクライナらしきものができたのが1918年ですから、うん、106年ぐらい前かな。とにかく、第一次世界大戦の時にはもちろん存在してなかったわけです。いろいろ見てみると、ウクライナっていう国は、もともとこれはまともな国ではないと。 で、もっと露骨に言うと、レーニンとスターリンがでっち上げた国であるということが事実なんですね。で、それを確認しないと、ウクライナっていう優勝正しくて昔からある国の自由主義と民主主義を支援しているというようなアメリカ政府のプロパガンダは全く事実に反するということを説明します。それで3つ目に、この戦争でウクライナが勝てる 見込みはないです。これはもうアメリカ政府が何と言おうと、日本のマスコミが何と言おうと、ウクライナは勝つ見込みはないです。実は僕はこのことを去年の春から言っておりまして、去年は随分嫌がらせを受けたんですけれども、今年の春あたりからだんだん嫌がらせが少なくなりまして、ウクライナが勝つはずがないということを日本の方も 徐々に理解されてきたように思います。で、四つ目がアメリカの世界支配戦略っていうのはヨーロッパと中東と東アジアの三地域、三つの戦域を同時に支配するというのがアメリカの世界支配政策なんですけれども、このウクライナ戦争で全く不必要なやらなくてもいいウクライナ戦争をやったおかげでアメリカは三つの 戦意です。同時に戦争するという能力をますます失ってきたと。一番このぐらいの戦争で非常に今のところダメージを受けているのはロシアですけれども、実際にはロシアと中国とイラン、この中ロイの数軸はアメリカが3つの地域で軍事介入するという能力を失ってきたのがますます明らかになってきたから、長期的には 中国、ロシア、イランの地政学的なポジションは着々と強化されているというふうに見ております。僕もそう思ってるんですけれども、このアメリカが3つの戦域での軍事介入能力を失ってきたということを説明します。で、最後にアメリカが起こしたウクライナ戦争によって中国、ロシア、イランの 数同盟、実質的な同盟関係ができて、それによってアメリカは東アジアに対して軍事介入をする能力をどんどん失ってきてますから、日本の立場が悪くなっているとで。しかも、アメリカの対日政策っていうのは、1951年に日本が名目的に独立を回復したと、名目的ですよ、実質的ではなくて、名目的に独立を回復したとなった時から、 アメリカの対日政策の構造っていうのはダブルコンテインメントアライアンス。二重封じ込めの同盟関係である。もしくはエントラップメントアライアンス。要するに日本を守ってやるんだということで、米軍が永久に注重することによって、日本は永遠に自主防衛能力を剥奪されていると。だから中国、北朝鮮、ロシアが日本をターゲットする 核ミサイルを何百発、何千発増産しようとも、日本だけは決して自主防衛できない、自主的な核抑止力を持てない構造に置かれていると。で、しかもアメリカ保証すると、提供すると言っている核の傘というのは、これはもうフェイク、偽物なんですね。非常に多くのアメリカの著名人、それから日本の著名人が核の傘はフェイクであると、偽物であるということを。 すでに指摘してますから、彼らの名前を紹介して、なぜアメリカの核の傘は偽物であるかと。で、その偽物の核の傘に守ってもらっていると思っている日本人は、そのうち滅びるであろうと。で、滅びるっていうのは、実質的には中国の属国になるということですね。で、僕は日本が中国の属国になる時期は、早ければ来年。 遅くても15年後の2038年と、来年から2038年の15年間にかけて、僕は日本は中国の属国になる運命にあると思います。でそれを1、2、3、4と4つのことを説明した後、最後に説明します。それでは最初のナンバーワン。 1990年から93年にかけて、アメリカがグランドスタラテジーを構想したときに、どのような間違いをしたかということの説明をします。1989年にベルリンの壁が崩れて、で、1990年にゴルバチョフはワルシャワ条約機構を解体して、要するにスーパーパワー超大国ではなくて普通の国になりたいというふうに言い出して、で、アメリカは大喜びして、その頃から ワシントンではソ連が崩壊したから我々は世界を一極構造にするとアメリカだけがスーパーパワー超大国であるとでアメリカがスーパーパワーでアメリカと競争できる国はいないからアメリカが世界中の国を支配することができるとこれをユニポラヘジェモニー一極覇権主義と言うんですけれどもこれをもうちょっとマイルドに言うとユニポラヘジェモニーではなくて リベラルヘジェモニーと自由主義的な覇権主義というふうに言うんですね。でこれをもっともっとマイルドにっていうかごまかしくさく言うとデモクラティックピースと民主的な平和を打ち立てると。で、この民主主義っていうのはもちろんアメリカにとって都合のいい民主主義であってアメリカにとって都合の悪い民主主義国家っていうのはアメリカは壊してしまうわけですね。短く 説明しますと、1953年にイラン、それから54年にガテマラ、63年に南ベトナム、64年にブラジル、それから73年にチリ、2013年にエジプト、2014年にウクライナ、それから2022年、去年ですね、にパキスタンと。これら8つの民主主義国家ですね。これら8つの国は民主的な選挙で大統領とか首相を 選んだんですけれども、アメリカは CIA と国務省が直接介入してクーデターを起こすか、もしくは現地の軍部にクーデターを起こさせて、現地の民主的な政権を倒すということをやってきたわけです。全部説明すると長く時間がかかっちゃいますから、最近のウクライナとパキスタンのことだけ説明しますと、2014年に現在の国務省の この前までナンバー3だったんですけど、最近ナンバー2になったビクトリア・ヌーランドが2013年と2014年にウクライナに乗り込んで、ウクライナ西部の右翼の人種差別組織ですね、レイシストグループ、アゾフ大隊とかライトセクターという札付きの右翼グループを使って民主的な選挙で選ばれた進路的なヤヌコビッチ大統領をウクライナから追放したと。 これが2014年のアメリカによるウクライナクーデターです。それから去年の3月と4月にかけて、パキスタンのイムラン・カーン首相だと思いますけれども、彼がアメリカ政府による対ロ制裁に反対したわけですね。アメリカはもちろん怒り出して、もしパキスタンがアメリカの対ロ制裁に同調しないんだったら、イムラン・カーン政権を 倒してしまえと言うんで、国務省は現地の政治家に働きかけて、イムランカーンの政党から約20人の政治家をアメリカ側に賛成するように仕向けて、それでパキスタンの軍部と政治家にノーコンフィデンスボート、内閣不信任決議ですね。それを強引に通させて、イムランカーンを 引きずり下ろして実質的な軍部独裁政権に変えたわけですこれが去年起きたことですで。これはウクライナ戦争のために起きたクーデターなんですけれども、とにかく民主的な選挙で選ばれたパキスタン政府をアメリカは壊してしまったと。で、現在のパキスタン政府はもうアメリカの言いなりです。ですから、アメリカがユニポラーヘジェモニーを実現するための口実として、 我々はデモクラティックピース、民主的な平和を世界諸国に広めるのだと。口では言うんですけれども、実際には、例えば、チリでも、エジプトでも、それからブラジルでも、ウクライナでも、パキスタンでも、現地の右翼、もしくは現地の軍部を使ってクーデターをやらせて、民主的な政権を壊しているということをやってますから、実際に。本当にデモクラティックピースであるかどうかは、 非常に怪しいもんなんですね。でもとにかくアメリカは90年から93年にかけて世界を一極化して我々だけが世界を支配するんだというグランドストラテジーを立てたわけですけれどもその頃から僕はワシントンに住んでましてアメリカの民主共和両党とそれからほとんど全てのマスコミが世界一極化のグランドストラテジーに賛成したんですけれども However, ごく少数ではあるけれども、アメリカの非常に優秀な人たちがアメリカにも数人おりまして、これら数人の非常に優秀な人たちは、ユニパラヘジェモニーというのはやめておいた方がいいと言ったんですね。この人たちは日本でもだいぶ名前が知られていると思いますので、名前を挙げますと、まず1947年にロシアに対する封じ込め政策を作った 戦略の起草者であるジョージ・ケナン。それから皆さんもご存知のキッシンジャー。それからハーバード教授で文明の衝突で有名なサミエル・ハンティントン。それからこの人の名前はあまり日本では有名ではないんですけれども、国際政治学者としては非常に重要な人で、カルフォルニア大学のバークレー校とコロンビア大学で教鞭をとっていた テニス・ワルツっていう人がいるんですね。彼はマスコミにはほとんど書かないんですよ。だけど、国際政治学会ではものすごい影響力を持ってるんです。僕もこのウォルツさんから非常に影響を受けてます。それからウォルツさんの弟子筋にあたるシカゴ大学のジョン・ミア・シャイマー教授と、今言った5人の中で、現在も活躍しているのはミア・シャイマーさんだけで、キシンジャーはもう100歳だし、 それからケナンとハンティントンとウォルツはもう亡くなっちゃったんですけれども、とにかくケナン、キシンジャー、ハンティントン、ウォルツ、ミヤシアシャイマーと、この5人はユニポラヘジェモニー、一極覇権主義は必ず失敗するからやめといた方がいいとはっきり言ったんです。僕もその時からこの5人に賛成してるんですね。だから僕がアメリカの一極覇権主義、 もしくはリベラルヘゲモニー、もしくはデモクラティックピースに反対するようになったのは、もう30年前からのことで、ちょっと自慢するようで恥ずかしいんですけれども、僕はアフガニスタン戦争に失敗して、ウクライナ戦争も失敗していることがますます明らかになって、僕自身は全然驚いてないです。アメリカの今の戦争っていうのは、古代ギリシャのペロポネス戦争っていうのに似てるんですね。 で古代ギリシャでは、紀元前431年から紀元前404年まで約27年間、ペロポネス戦争っていうのがあったんです。ツキディスという非常に有名な歴史家が、このペロポネス戦争について書いてます。ちなみにツキディスは国際政治学の父とも呼ばれる人で、国際政治学を開始したのはツキリディスだという人も結構います。 で、ペロポネス戦争っていうのは、ペルシャ戦争に勝ったアテネ帝国が、もうペルシャを破ったんだから、俺たちが世界一偉いんだと。世界一強いんだと。で、ペルシャを破った後は、地中海地域を全部アテネが支配するんだと。そうすると、アテネにとって目障りなのはスパルタであると。だからスパルタを叩きのべせば、アテネは、 当時の地中海世界の支配者になれると言って、スパルタを相手にやらなくてもいい戦争を始めたんですよ。で、当時スパルタは戦争したくなかったんですよ。当時の民主主義国家であるアテネが軍国主義国家であるスパルタに喧嘩を吹っかけて27年間も戦争して、それで結局負けたんですね。今のアメリカも自分たちが民主主義国家であるということを非常に自慢にしてまして、 でたごとみには我々民主主義国家だから正しいんだと言うんですけれども、僕がペロポネス戦争の時の歴史を読んでて、で、今のアメリカのやり方を見ると、これは2400年前のアテネにそっくりだなと。で、要するに当時のアテネもすごく自己主張が強くて、すごくアグレッシブ、侵略的で、しかも自分たちの民主主義が世界一偉いんだと。 民主主義の自慢をして、それで実際には非常に軍国主義的なもしくは侵略的なことをやってた国なわけです。このようにアメリカは本音では自分たちの帝国主義、覇権主義を強化して世界中を支配したいと思いながら、口では他の国に戦争を吹っかけるときには民主主義のため、自由主義のためだと、口実をつけて戦争を吹っかけていくと。 いう癖がありましてこれはアテネとか大英帝国もそういうところがありました次に非常に短く過去三十年間なんで米ロ関係が悪くなったかということを早口で喋りますと1990年にブッシュのお父さんの大統領は当時のゴルバチョフロシア大統領に対してアメリカはたとえロシアが負けを認めてワルシャワ条約機構を 解体しても、NATO を絶対に東の方に拡大しないと。当時のジェームス・ベイカー国務長官は、Will not extend NATO toward the e a s t o r y not even one inch と。一インチたりとも NATO を東に拡大することはないと約束したんですね。ジェームス・ベイカーだけじゃなくて、アメリカ政府の高官とか、それから NATO の最高司令官とか、それから ドイツと、それからイギリスの首相まで、ゴルバチョフに、そんなことは絶対あり得ないと。NATO の拡大なんてことは絶対あり得ないと。いうふうに約束したんですね。ところが、1992年の2月にアメリカ政府は、当時まだブッシュ政権ですけれども、戦後の世界をどういうふうに支配するかというんで、ディフェンスプランニングガイダンスという国家の機密文書を作って、ディフェンスプランニングガイダンスには、冷戦後のアメリカは、ロシア、 中国、ドイツ、日本が独立した軍事力を持ってリージョナルヘジェムに地域的な派遣国となることを絶対に阻止すると。1992年にアメリカ政府が内部で作った機密文書のディフェンスプランニングガイダンスでは、中国、ロシア、日本、ドイツを仮想敵国と指定して、これらの4カ国が強国になるのを防ぐということを決めてたわけですね。 だから、この時すでにアメリカ政府は、NATO を拡大して、ロシアを封じ込めたいというふうに考えてたわけです。だけど、ブッシュ政権は口先では NATO の拡大はあり得ないというふうに言ってたわけです。次のクリントン政権は、ご存知だと思いますけど、NATO の拡大を始めたんです。それと同時に、ショックセラピーというロシア経済の改革を、というか改革っていうよりももう突然民営化して、 ロシア国有資産、特に自然資源を実際の価格の2%か3%です。本当に実質価格の2、3%の値段で民間に自然資源を買わせて2、3%の価格で巨大な自然資源を買い取った連中はみんなあっという間に1、2年で数千億円もしくは数兆円の財産を持つオリガーキーと呼ばれる人になったんですね。で、この クリントン政権がショックセラピーというデタラメな民営化政策をやらせたせいで、ロシア経済っていうのは、たった4、5年で GDP が半分になっちゃったんです。で、しかもロシアの男性の平均寿命っていうのは、1987年には67歳だったのに、10年後の1997年には57歳になってしまったと。平均寿命が10年間で 10歳も下がるっていうのは歴史的にね、全体未聞なんですよ。それぐらい多くの人がもう病気になったり、栄養失調になったりして、それからもう医療機関も全部破産したり、まともな医療が受けられなくなりましたから。だから、ものすごい悲劇的な状態ですよね。平均寿命が10年間で10歳落ちるっていうのは。こういう状態にして、はっきり言ってロシアを裏切ったわけですね。この食セラピーをやったせいで、 大儲けしたのがゴールドマン・サックスとかジョージ・ソロスとかいうアメリカのヘッジファンド業者とアメリカの投資銀行で彼らは日本円にするとたった数年で50兆80兆の利益をアメリカに持ち帰ってきたと。これに関してちょっと話が長くなっちゃいますけどフリッツ・エアマースという当時のアメリカのナショナル・インテリジェンス・カウンセルっていうアメリカの17のスパイ機関をコントロールしているトップの 情報機関があるんですけど、そこのチェアマンのフリッツ・エアマスっていう人が1999年の9月に2回証言して、アメリカ政府がロシアでやったことは犯罪行為であると。ロシアの富を盗むために、クリントン政権は犯罪行為を起こしたというふうに証言しています。そういうふうにして、クリントン政権は完全にロシア人を反米派にしたわけですね。ですから、1990年代のエリツィン政権が終わった 時には、ロシア人の9割が民主主義はひどい制度だと。それからロシア人の9割が我々はアメリカが大嫌いだと。それからロシア人の9割が我々はユダヤ人は大嫌いであるというふうになったわけですね。なんでユダヤ人が嫌いかっていうと、先ほど言った非常に価値の高い自然資源を実質価値の2、3%の名目価格で オリガーキーと呼ばれる連中に乗っ取らせたんですけれども、このロシアの自然資源を乗っ取って、オリガーキーになった人たちの8割がユダヤ人なんです。だから、普通のロシア国民はユダヤ人にしてやられたと思って、ユダヤ嫌いになったんです。その後の次のブッシュ政権はイラク戦争をやって、イラクは大量破壊兵器を持っているという嘘の理由で初めて、 ブッシュ政権としてはイラクの石油資源を全部乗っ取ってしまうつもりだったんですけれども、戦争やってみたら大量破壊兵器がどっからも出てこなくて、しかも普通のイラク人はもうカンカンに怒ってゲイラ戦争を始めて、で結局アメリカはイラクの石油資源を乗っ取ることに失敗して帰ってきたと。で、クリントン政権からオバマ政権の間、 要するに3つの政権ですね、クリントン、ブッシュ、オバマ政権の3政権でイラク人が150万人か160万人死んでます。当然のことながら、アメリカ政府は全然謝罪してないです。2008年になると、ブッシュ政権はロシアが嫌がってるにもかかわらず、ウクライナとグルジアまで NATO のメンバーにすると。 ウクライナとグルジアっていうのはもうロシアのすぐ隣の国なわけですね。そこまでをもう NATO にしたらどうなるかっていうとアメリカ軍が入ってきてグルジアとウクライナにロシアをターゲットする核ミサイルをビン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 並べるわけですよ。そうするとロシアとしてはグルジアとウクライナにアメリカ製の核ミサイルを撃ち込まれるとモスクワにたった5分で届くわけですね。そうすると要するに アメリカは5分でモスクワを完全に壊滅できるというものすごい圧力をかけられるわけですね。ロシアとしてはそんな溜まったもんじゃないと言って、もちろん猛反対して、その時にモスクワで中路大使をやってたのがウィリアム・バーンズという現 CIA 長官です。現 CIA 長官のウィリアム・バーンズは当時のホワイトハウスとそれから国務省にレポートを送って、それで すべてのロシア人にとって、つまり単にロシアの右翼とかロシアの軍部だけではなくて、ロシアのリベラル派の言論人とかリベラル派の政治家も含めて、すべてのロシア人がウクライナが NATO の同盟国になって米軍が侵入してくるというのは、ロシアにとってもう致命的な脅威であると言って大反対していると。で、バーンズが使った表現が This is the brightest of the bright red line. レッドラインっていうのはその線を越えてはいけない赤い線なわけですね。ブライテストレッドラインっていうのはもうキラキラと輝くような要するにもう絶対その一線だけは越えてはいけないという非常に明るいレッドラインなわけですよ。それをブッシュ政権は越えようとしているというふうに書いて現在の CIA 長官のビル・バーンズは反対したわけです。その時に ビルバーンズだけじゃなくて、フランスのサルコジ大統領とドイツのメルケル首相も反対したんです。メルケル首相は去年インタビューで私は2008年にアメリカが NATO をウクライナに進めるというので反対したと。なぜならば、プーチンの目から見てウクライナを NATO に加盟させるっていうのは バーチャルディクラレーション・オブ・ウォーと。バーチャルってのは実質的ね。で、ディクラレーション・オブ・ウォーっていうのは戦争の宣言。だから、メルケルは2008年の段階で、ウクライナを NATO に入れるっていうんだったら、それはもう実質的にはロシア人にとって、戦争を始めたというふうに通告するようなもんだと言って反対したわけです。当時のフランス政府とドイツ政府はそういうふうに反対したんですけれども、 アメリカ政府は一応はやめるようなふりをしたんですけれども実際にはやめなかったと。次のオバマ政権になってもしつこく続けて先ほど言いました2014年にウクライナでクーデターを起こして進路的だったヤヌコビッチ大統領を追放してすぐさま米軍と CIA はウクライナ軍をアメリカに所属する属国の軍隊として 毎年1万人ずつウクライナ軍の将校を訓練して2014年から2021年にかけて7、8万人のウクライナの将校をアメリカの軍事技術とアメリカの軍事指揮統制に従う NATO の準同盟国というふうに作り返っていったわけです。だから2014年から21年まで確かにウクライナは NATO の同盟国にはならなかったけれども実質的には 米軍と CIA に所属するアメリカの属国の軍隊としての戦争能力を蓄積していったわけですね。ロシアはそういうふうに2014年から21年までウクライナ軍がペンタゴンと CIA に所属する実質的な戦闘部隊としかもアメリカからたっぷり武器をもらってそういうことをやるのを見てこれはウクライナがもっともっと強くなってもっともっとアメリカから武器を得て もっと近代的な軍隊になる前にウクライナ軍を潰しておかないとロシアにとってとんでもないことになるというんで去年の2月に戦争を始めたわけです。ですから1990年92年93年から2014年それから2021年までの米ロ関係の歴史を見ると要するにロシアが 何の理由もないのに突然ウクライナに襲いかかったというアメリカの,の言い分は全く信用できないものであるということがお分かりになると思います。でついでにちょっと付け加えますと2014年と2015年の,の2回にわたってウクライナとロシアとそれからドイツとフランスがミンスク協定というのを結んだんですね。うん、特に2回目の ミンス協定で、ドイツ、フランスはロシアに対して、現在、ロシア軍が占領している東ウクライナのドンバス地域ですね、ドネツクとかルハンスクとか呼ばれているドンバス地域に自治権を認めると、ロシア系の住民に自治権を認めるという約束したんですね。プーチンは安心してそれじゃ東ウクライナの ロシア系の住民はこれでいじめられないだろうと、迫害されないだろうと。実際には2014年から2021年にかけて、東ウクライナでは1万5000人のロシア系住民がウクライナ軍に殺されてますから、だからロシアとしては現地に住んでいるロシア系住民を保護したいと。メルケルとオランド、フランス大統領は東ウクライナのロシア系住民に自治権を与えるから大丈夫だと言って、 プーチンを安心させたわけですね。ところが、去年の、確か11月だと思いますけれども、12月かもしれないけど、メルケルがインタビューで、あの民主協定は嘘だったと。最初から東ウクライナに住んでいるロシア系住民に自治権を与えるつもりなんかなかったと。要するに、ロシアに嘘をついて、ロシアを騙して、ロシアを安心させて、その間に、 ペンタゴンと CIA がウクライナに入り込んで、ウクライナの軍隊をアメリカ式に訓練し直して、アメリカの武器を与えて、要するにウクライナ軍が強くなって、ロシアに対する攻撃能力を持つまでの時間稼ぎとして、ミンスク協定を作ったんだと。つまり、ドイツ、フランス、ウクライナは、最初からロシアを騙すつもりでミンスク協定を作ったんだと。 そういうふうにメルケルが言いまして、で、それから4週間か5週間ぐらい経った後、フランスのオランド大統領も、そうだそうだと、メルケルの言ってることは正しいと、僕も騙すつもりでやったと。だからフランスとドイツの当時の大統領と首相が2人揃って民主協定っていうのは、これは最初からプーチンを騙すつもりでやったんだと。要するにロシアを油断させて、 ウクライナを実質的な NATO に所属する軍隊に変える時間稼ぎをしてたんだと。僕はメルケルさんに意外と好意的なので言いますけれども、去年になってアンジェラ・メルケルが2008年のアメリカ政府がウクライナを NATO に入れるって言ったときに、私はザ・バーチャル・デクラレーション・ウォーと、実質的な戦争開始宣言に近いからやめといた方がいいと、私は言ったのよと。それから 去年になって、実は民主協定で、ドイツとフランスはアメリカの要請を受けて、故意に意図的にロシアを騙したんだと。そこでバラしちゃったわけですね。で、なんでバラしたかっていうと、僕はメルケルは結構後悔してるんじゃないかと。この戦争を始めるのに、自分も一役買ってしまったと。こんな戦争は始めるべきではなかったと。彼女は2008年の時から、ロシアって戦争するのやめといた方がいいわよと。 てたんだから反対だったわけですね結局こういうことになっちゃったから実は自分もロシアを騙すのに参加したというふうに告白することによって結局西側の言ってることが正しいわけじゃないということを世界に伝えたかったんではないかというふうに僕は見てますここでちょっと米ロ関係を終わりまして時間がないので急いで言いますけれどもウクライナっていうのは本当の国家じゃないんです